女優綾瀬はるか36歳が巨額投資トラブルに巻き込まれていることが分かった。写真21枚、税理士に鬼の形相の綾瀬はるか、私服の全身写真、路上にて、他白ブラウス姿でスマホを耳に当てる夜の街での綾瀬、髪をアップにした T シャツ姿なども、新型コロナウイルスに感染し現在は解放に向かっているという綾瀬だが、コロナに感染する直前あるトラブルに心を痛めていた。騒動の舞台となったのは、綾瀬の母が代表取締役を務む姉綾瀬と兄が取締役を務める綾瀬の個人事務所だ。はるかちゃん、実際は綾瀬の本名のお母さんは事務所の代表を務めていますが、会社の経営に詳しいわけではありません。だからお金に関する相談は綾瀬家が代々お世話になっている地元の税理士さん以下 A 氏にお願いしていました。その A 氏がお母さんに、この低金利時代にうつつ金を銀行に置いておくのはもったいない、運用してみたらどうですかと勧めたそうです。綾瀬家の知人綾瀬の母は、信頼している A 氏の言葉を信じて、今年の初めくらいに個人事務所のお金を1億円近く投資したという。芸能界は不安定ということもあり、娘の将来のために何かしてあげたいという気持ちもあったようだ。実際に運用するのは B 氏を中心とする30代の3人組の投資グループ。配当は月利2-4%。現在メガバンクの定期預金の金利が年 0.002% なのを考えれば、いかに高金利かがわかる。 A 氏のような仲介者が複数人おり、投資する際は運用を担当する B 氏の個人口座に入金する。出資者の多くは60代以上の高齢者で、投資額は数百万円の人もいれば億単位の人もいる。綾瀬の母は月 3% の利回りがつく契約だったという。しかし今年5月、それまで毎月支払われていた配当が止まった。出資者には B 氏の口座がマネーロンダリングの疑惑をかけられ、凍結されたことでお金が出せなくなったとの説明があったという。配当は5月だけでなく、6月、7月、8月とストップし続けている。母から事情を聞いた綾瀬は驚き、ある人物に相談したという。はるかちゃんは以前から東京でサポートしてもらっている地元出身の顧問税理士に相談しました。実はこの税理士は A 氏の息子なんです。話を聞いた息子はすぐに A 氏を問い詰めた。お母さんと投資グループの契約を解約して返金を求めました。前日、綾瀬家の知人綾瀬は投資に無関心な母や高齢者を巻き込んでいることに怒り、心痛だという。